沖縄県の尖閣諸島の警備を強化するため整備された鹿児島海上保安部の新たな巡視船ゆみはりが鹿児島に初めて入港しました。この日、鹿児島に初めて入港したのは鹿児島海上保安部の新たな巡視船ゆみはりです。先月末、山口県で造船業者から引き渡され、訓練をしながら航行し、鹿児島に到着しました。ゆみはりは沖縄県の尖閣諸島の警備強化などを目的に整備された全長140メートル、総トン数6000トンの大型巡視船です。機関砲や昼夜を問わず遠方まで監視できるカメラが設置されているほか、ヘリコプターも2機搭載できます。尖閣周辺の厳しい状況、これに対応できるように乗組員一丸となってこれから訓練を積んで対応できるようにしていきたいと思っております。10艦本部に配備される6000トン以上の大型巡視船はこれで6隻目で全国最多です。